そしてその安打も入れて3安打昨日も猛打賞というこのペーニャです。3回の裏が非常に3人で簡単に終わってしまったんでね、あっさりでしたね。ここ岸ね、点は取ってないんですけども、非常に4回のここは非常にこう大事なイニングになると思いますね。そうでした。いずれも足立へのゴロであっさり終わりましたね。しかも回はまだ12分に残っています。流れっていうのはね、目に見えないこうそういうところからでもその変わっていくもんなんですよね、はい、野球っていうのはね、はい、ライトへライトへポール際入った。チェンジアップですかね。チェンジアップを引っ張らずにこと押し込みましたよね。ペーニャが中村武也に追いつきました。28号またもやホームランダービートップに並んでいます。まあ、このところのこのペーニャの集中力、チームに対する貢献度、際立ったものがありますね。そうですね、その前に投げたカーブがいい形でタイミング合ってるんですよ、いいファウル打ってるんで、今のホームランにつながっていったのかなという感じはしますけども、変化球が悪いわけじゃないですけども、うまいことやはりボールゾーンにボールゾーンでしょう。この一撃です。チェンジアップかな、ちょっと高めに抜け出たような球でしたけどね、あ、なるほどね。これ打たして取ろう、かわしてという考えはペーニャにはやめた方がいいということですか。まあ、そうです。ライオンズのバッターとすれば、中村とかメヒアというのもそのタイプなんです。打たせて取ろう、外野フライを打つがフライ打たせようとか、そういうことを一切考えない投球をしなければ。なるほど、それは怖いですからね、はい、結果的に外野フライを打ち取った、結果的に内野ゴロになった、だからうまいことボールゾーンで勝負しなきゃいけないバッターなんですね。なるほどなるほど。